山芽寿司と申します。よろしくお願いします。
そんな曲をお届けしたいと思います。雨もみんなと一緒なら楽しいんじゃないかなと思います。あいあい傘という曲を聴いてください。ちゃんと2曲目ね、雨の歌を歌うとちゃんと雨が降りましたね。ありがとうございます。結構太陽出てるのに結構雨が強くなってきました。皆さんお元気でいらっしゃいましょうか。伊沢淳と申します。よろしくお願いします。今日はですね、緑化フェスティバルということですから、皆さん緑を感じながらですね、いていただければなと思っております。目の前にもね、一度下に下ろした花をですね、こちらのね、皆さんがわざわざ僕の前に置いてくださいました。ありがとうございます。水晶のチアダンスの皆さんに大きな拍手を。そしてね、この雨が降る中素敵な演奏を届けてくれましたブルービギナーズの皆さんにも大きな拍手を。今一生懸命ね、濡れちゃいけない楽器も多分あったと思いますので、その中でね、一生懸命演奏してるような方が素晴らしいですね。皆さんもカメラ壊れないようにしてください。各々自己責任で
先ほどのですね、お昼のステージでもお話しさせていただいたんですけども、僕は地元の水戸の生まれでして、ずっとすぐそこのですね、千箱で、大きなライブができたらいいなと思いながらずっとこう活動をしていたんですが、っていうのもまあ震災以降こう元気がなくなっちゃってる感じが茨城がして、もう一回楽しい街になったらいいなと思って、僕は高校の頃水戸の街ですごい友達ができたりとか、お店の方と知り合いになれたりとか、すごい楽しい思い出があったので、そんな風にもう一回なったらいいなと思っています。今日はね、美味しいものたくさん出ております。ハム焼きも食べたし、ナゴーも食べたし、僕つくばの焼きそば初めて食べましたけど、ね、朝日堂さんとかも僕のフェスにも出ていただいていて、とても美味しいので皆さんぜひ食べてほしいんですけども、茨城美味しいものたくさんあるんだけど、なかなか知られてないっていうこともたくさんあるので、そういったものをですね、一堂に会して、だいたい僕のフェスの時は40店舗ぐらい出ていただいたりするんですけども、またね、今度の来年の5月開催で、5月です、5月の末土日開催で何度か頑張りたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんその日は素敵な音楽と素敵なご飯をですね、食べに、遊びに来ていただければなと思っております。よろしくします。それではですね、最後、僕のステージ最後ってわけじゃないんですけど、僕一人でやるのが最後の曲ですね。すぐそこに、流れております桜川のちょっと奥に行きますと千箱という湖がございます。その湖をモチーフに作った歌です。いつか湖のほとりでという曲を聴いてください。ぜひ知ってる方は一緒に歌ってください。湖の踊りで
日曜日2日間開催でですねイベントを開催させていただきますのでぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。それではですねちょっと素敵な方々をお呼びしたいなと思っております。まず僕の左手にいらっしゃいますイキイキ茨城夢国体、そして夢大会のマスコットキャラクターの茨城です。もうググッと前に来てください。ググッと遠慮せずに。ありがとうございます。ツイッターとかもねやっておりますのでぜひ皆さんフォローしていただければなと思っております。水戸さんもね国体のツイッターとかやっておりますからぜひ皆さんフォローしてください。そして華麗な方々とを一緒にやらせていただきたいなと思っております。水戸商業高校のチアダンス部の皆さんです。大きな拍手で迎えてください。2019年の9月28日にですね、茨城国体そして茨城夢大会が開催されます。この曲はですねそして未来という曲は、イメージソングになっておりますのでぜひカラオケにも入っておりますので皆さんぜひ
ダムでピッピッピッと歌っていただければなと思っております。そして YouTube とかもありますし、無料でダウンロードもできるようになっておりますので、ぜひ皆さんこの曲ともに茨城国体と茨城夢大会を一緒に盛り上げてください。それでは聴、いてください。茨城国体、そして茨城夢大会のイメージソング、そして未来へです。来年の2019年9月28日に開催されます茨城国体、そして茨城夢大会をぜひ皆さん一緒に盛り上げていただければと思っております。そしてお二方頑張ってくださいました。茨城くんに大きな拍手を。
そしてこの後、ステージを、届けてくださいます水晶のチアダンスチームの皆さんにも大きな拍手を。ありがとうございました。またお会いしましょう。久山純でした。ありがとうございました。